お風呂上がりです。ボサボサ言うな。風呂入って超急いで乾かしたら遅くなっちゃいました。暑い、超暑い。お風呂上がりです。勉強はいっぱいしました。ね、正面見て。見て、ニキビ。風呂上がりです。何時までやろう。お、ユリアピースが1位ですね。ユリアちゃん ユリアちゃん、ね、眠くない。髪の毛がもう明るくなっちゃって、マジスカでブリーチしてるからすぐ明るくなっちゃう。傷んでる？傷んではない、そう見えるだけ。しとこ、じゃあブリーチしたんでね。びしょびしょ、まだ濡れてる。声小さい。秀樹さん。お、何これ、ハートなんてあんの？ハート出てたの？その。何？レナッチの好きなところ。そうですね、レナッチ総選挙のやつだからね。じゃん、これはなんと、レナッチとお揃いなんですよ。だから今日来たの、そのために。レナッチが今日は B 公演なんですけど、私いなくて多分レナッチすごい寂しいと思うんですよ。寂しかったろうな。レナッチ来ないでしょ、今多分公園だよね。
時までやろうかな。全然何時まででもいいんですけど。そのためにお風呂入った。でも明日のね、あの握手会のやつも覚えなきゃいけないので、程よいくらいって。暑い。腕疲れない？リュウカ吹けた。ひどい。ちょっと映りあんま良くないな。ここも。疲れた。これなんか固定するやつなのかな。髪もう少し暗くします。すぐブリーチしてるから明るくなっちゃう。ちょっと場所変えるね。待ってね。でっでっで、熱い熱い。あーいいよ。道中あー明るくなった。こっちの方がいい？おお、あちゃ。コメントを読む。髪汚っ。ボサボサ。明日は仙台に行きます。レナッチと一緒。レナッチね、今日で終わりなのに今日しかできなかった。すいません。歯に今のりついてるよ。のり食べてないかね。ついてないよーだ。いいだ。
ちょっと静かにして、ねえねえちょっと静かにして、ねえ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 ママ、はい、ショールームやってるから静かにして。まずね、ちょっと落ちて、閉めて。固定できるとこないかな。探す。なんか後ろに切っちゃうんだよな。あ、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 汚っ、後ろ汚っ、ちょっと待って、汚っ。汚いね。あぶねえ。暑い。何しよう。何しよっかな。かき氷食べたい。かき氷不足ですね。何しよう。よくさ、みんな絵を描いてるじゃん、レナッチの顔の絵を。私も描こっかな。どう思う？じゃあレナッチとの写真を、レナッチとの動画あったっけな。あら、ないな。これ乗ってるやつかな、乗っけたっけな。これ乗っけたことないかな。ミキがちょっと結構主張しちゃってるんで。あとなんだろう、どれがいいかな。レナッチと結構動画撮ってるんだけどね、これのスタかな。
かわいい。リリアちゃんとレナッチですね。どうりょうか。レナッチとね、いっぱい写真撮るからね。レナッチだらけ。あら、かわいい。あら、かわいい。レナッチ、ユリアちゃんもいいけど、レナッチとユリアちゃんとの写真ばっかですね。あら、かわいい。かわいいね。あら、かわいい。リョナッチ。これも載せたかな、これ。うん。本当にレナッチとめっちゃ写真撮ってんな。なんならね、レナッチとしか撮ってないんじゃないのってぐらい。あ、これ多分載せてないやつですね。アンダーガールズのやつ。これね、この3枚だけ唯一撮った23 これしか自撮りも撮ってない。いやー、レナッチ愛だな。これもね、レナッチが他のメンバー撮ったやきもち焼いちゃうんですよ、本当に。だから私はレナッチとしか撮りません。あ、でもこのこの一連はなんかツイッターに載せた気がします。まあ、ちょっとずつ違うからね。いい写真。あらあら、恥ずかしい。あら、恥ずかしい。あ、これも載せてないじゃん。これも、なっちゃった。うん。あ、間違えた。あら、恥ずかしい。自撮りだらけ。うん。あ、え？かわいい二人とも。漏れてる。あ、幸せそう。これも、レナッチとだ。ほんとにレナッチといっぱい写真撮ってんな。なんか黒いね。いや、私ね、黒くないんですよ、そんな。そういうイメージがあるだけ。あと、レナッチとの写真。アンダーガールズ撮ってないな。あ、これとか。これも載せたかな、ツイッターに。載せた気がする。いや、いっぱいレナッチと撮ってるからね。無言になっちゃった。お肉食べたいな。あ、これもね、一時期あれ、プロフィールじゃなくてね、待ち受けにしてたんです。これとか気に入りですね。
これは去年もうお台場でチーム B で木崎チーム B でライブしてからもう1年経ったんですよ。懐かしいですね。この3人この時そんな仲良くなかったですから、今もう超仲良し。いいですね、時が経ってね。懐かしい、夏木がいる。おしゃれ風に撮ったやつね。おしゃれだな。かわいい、マジスカのレナッチ、かわいい。もうね、緑茶飲んでるレナッチかわいいね。あ、これも懐かしい、これも去年だ。去年かな。お腹はすごい出てるけど、でも出てないけど、懐かしいですね。かわいいですね、2人ともね。そう、ドドブスのやつだよ。おうおうおう、お出た噂の東京タワー。誰がくれたの、どうやってわかんのこれ、誰がくれたの、誰がくれました。これどうやってわかんの。ギフト、あ、これ、おうほう、おうほう、ほう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 、お、お、ジェファイアーペイペイさん、ありがとうございます。読めなかった。お、クマがいる、かわいい、すごい。何ツリー、何でもいい、ありがとうございます。やってからどれぐらい経ったかな、30分ぐらいか、まだそんな経ってない。かき氷食べたい、梨も食べたい。レナッチと2人で最近出かけてないの。去年のいつかな、なんかの時、全然顔違うね2人と。プリクラ
しね。ピコン。で、ナッチとの LINE 見てみよう。もうこの間ね、本当にあれですよ、ユリアちゃんのショールーム見せた人わかると思うんですけど、電話ね、電話してたんですけど、なんか切れるんですよ。で、電波悪いって聞いても何も答えないから、あ、私が切ってんのかなって思ってたら、切ってたというね、まさかの。あれはちょっともう笑っ、もう面白かったんですよ、もうもはや。なんか、あれと言って、私ね、あれなんですよ、騙されやすいんで、騙されました。あ、スタンプが。あ、か、え、これ見していいかな。レナッチがね、私にね、自撮り送ってきてくれたの。うわ、かわいい、かわいい、前だけどかわいい。なんでだろうっけ、これ見てみよう。なんで送ってきてくれたんだか。あ、私がこう稽古頑張ってねってレナッチから LINE が来て、それについてたんです、この自撮りが。かわいい、これは頑張れますね。私も繰り返したんですね、ちょっと顔が。レナッチに結構自撮り送んないけどな、反応が微妙ですね。私すぐ自撮り送っちゃうんだよな、人に。自信があるとかそういうんじゃなくて、なんかなんてかでいいよーみたいな感じで、レナッチは結構送ります。あ、ちょっと待ってね。レナッチもさ、あれだから公演してるんですよね。だからね、できないんですね。何電話してこれね、えーってなるやん。りょうか、焼けた、焼けてない、怒る、それは焼けてないから。黒く見えないよ、多分これ。そういうことにしよう、ね、その方がみんな幸せに暮らせる。あ、私も充電見よう。これ充電見れない。どうやって見るの？ああ、すごい、画面が動く。どうやって充電見るんだ？やばい。大丈夫かな？消えないことを願う。ショールーム、もう終わっちゃうのかな？もっとなんか、いろんなやつやりたかった。ピンだしね、嫌だからメイクしてみたい。メイク動画とかみんなやってたよね。髪の毛染めたい、暗くしたい。
髪長いよね。明日切ってもらおう。自分で切ったら変になるから。ああ、両科選抜？難しい。評価選抜何基準で選ぼう。ね。でも、何がいいかな。いや、ダンスじゃないな。なんだろうね。なんか、もし、レナッツ選抜みたいに写真集を作るってなったら、こう私のなんか想像する世界に当てはまる人がいいなって思います。私の世界はね、なんか変わってるんですよ。私の世界は、私がなんかもし出したい、そういうどういう写真集を出したいかって言ったら、なんかね、変な写真集がいいんで。変なって、変なって違う、変なじゃない、変じゃないけど、なんだろうね、変なっていうのは変だけど、なんかね、なんて言うんだろう、おしゃれ、おしゃれ自分におしゃれ、おしゃれ、違うんだよな。なんて言うんだろうね。違う、なんかね、違うんだよ。なんて言うんだろう。素朴な感じにしたいから、笑顔とかそういうんじゃなくて、草原にワンピースで一人で真顔でこっち見てるみたいな、なんかそういう感じ。なんて言うんだろうね。伝わんない。全く伝わんない。真顔系がいい。とか、なんか、そう、ジブリ、なんだろうね。シュール、シュールなやつがいい。面白くないよ、別に。面白くないけど、シュールなやつがいいですね。まあ、なんか、絵になる人がいいですね、真顔で。だから、アンニンさんとか、そういうタイプ。眠くなってきた。早っ。お、誰かがタワーを入れてくれたけど全く読めない。 L さん、 L さんありがとうございます。ありがとうございます。エルさんありがとう。エルかな、エルだと思う。ママにパパに、パパにかな。ご飯は6時ぐらいに食べたよ。もうお風呂入ったから、明日の練習して準備して寝るだけ。
だけど多分1時ぐらいになりますね。なんかレナッチのなんかしたいけど何がいいかな。それ続いてできなくなっちゃったもん。ガキだもう。ガキみたいな子供。子供の続いて。子供の続いてるな。髪の毛何にしよう。子供。ユリアちゃんのほっぺ柔らかいんだよ。レナッチも柔らかい。自分じゃ分かんないよね。レナッチ総選挙の自信。でも今回は写真集だからなんか可愛い綺麗な子みたいのをね耳にしたんですよ。なんか写真写りがなどうだみたいなね、そういう感じだから、いやドキドキですね。あんま自信はないです。レナッチ好きだけど。え、28日だよね。スタイルね、すごい良くないから。28日？ 9 時からなの？28日の？ほう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 。ドキドキ。昔あんだけ出来やすいさって、今も出来やすいてるよ。今も出来やすいてます。レナッチ今はいじられてる。確かに今はね、いじられてるね。いやだけどいつもいじった後に愛のある言葉をくれるんですよ、レナッチは。本当によく可愛いってね、愛があるんです、あのいじりには。ユリアちゃんもレナッチも。ショールームってみんなこんな感じですか？こんな緩くて大丈夫？こんなん？いろいろ？いい？
人それぞれね、十人十色、今日習った十人十色英語の授業で十人十色習った。わかんない、十人十色だよ。いや、十人十色を英語でなんでか習った、なんでだろう。もうね、ラスト JK だから。もうね、コスプレになっちゃうんだよ。知ってた。いやよね。いやよね。嫌になっちゃうね。元気ないよ、基本元気ないよ基本こんあんなテンション低いですよね、元から。元気ね、なくないよ、全然これ元気で、超元気、マジで元気。これ元気ないの。一人だとね、一人でテンション上がってたら気持ち変だけどね。いちちち、お尻痛い。隙間。隙間。そう、誰か見て。出そうです。あ、出たい。出そうです。誰かこの中に出そうに詳しい人はいませんか。え、生命線長い。え、なに生命線、なに、え、短い。45歳で結婚です。頭脳線短い。手相、そう、手相薄いの。手、子供の手みたい。え、頭脳線短い。合ってる？お、1万人。ありがとうございます。パチ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 。何しようね。ちょっと待ってて。ん？何がいいかな。
誰かに電話してみようかな。でもさ、これリナッチのさあれなんだよ、ね、その何やに電話しててすごいね。何に今何してるか知ってるからね、把握済みだから。うん、イズタ、イズちゃん何してんだろう。何に電話してみる？何に電話してみよう。なんだこれ。何これ。何何これ。何これ。何何これ。ん？電話これ。電話出ないという。電話出なかった。出なかったよ。待ち受け、なんだろうね。梨食べたいな。あるんだよね。見てこいかな。イズちゃんにじゃ電話してみよう。何してんだろう。出ないよ。出ない。なんで出ない。なんで出ない。誰がいいかな。いずいな M ステか。M ステだな。いずちゃん M ステだわ。配信してる人。梨食べたい。ママに頼んでみようかな。お、誰もいないな。ミキに電話してみる。
誰って言われそう。光っていうのもいいね。ピッカにかけてみる。温野菜に電話してって。よし、ピカ行こう。ピカに出るんじゃない。もしもし。今ショールームしながら光と電話してんの。ショールームって何？なんか、いや、まだスピーカーにしてない。いい？よ。したショールームって何？ショールームって何？ね、なんかね、なんか生配信。自分の部屋でやってんの？そう、だから光の声も全部今もう生配信でファンの人に届いてんの。え、自分の部屋でやってんの？そうだよ。大変だね。そうね、うん、何食べ、こんにちは。皆さん、光の舞台見に行きました？行ってなかった。どうする？行ったって。うん、行ったって。見たよ、だって。あ、みんなね、声聞けて嬉しいってるよ。声聞くためにまた次来てください。次？またね、何かあったら。そうね、うん、またね、光の舞台また何かあったら言ってあげてください。いや、誰も電話出なくて。うん、誰に電話したの？え、ナーニャに電話して、イズイナに電話した。電話なかったの？出なかった。光しか出なかった。ナーニャだったら、はい、さあ、見る人めっちゃ上がるじゃない。誰そういうこと言うの？じゃあ、あなた危ないんだけど。なになに？なんか言いそうで怖い。じゃあ、バイ、え？寂しい？最近食べ過ぎちゃう？うん、いいよ。オッケーオッケー、いいよ。どこ？今焼肉を行く約束してます。今普通のにしてる。じゃあね、バイバイ。はや、イズリナがから寝てた。だって寝てたんかーい。寝てたらしいです。もう1時間ぐらいになるのかな。イズちゃんは多忙だから疲れてんのかな。ねえ、ミキ出そう。配信何時までにしよう。8時半。早い。10時はね、ちょっと遅いですね。充電なくなっちゃう。お尻が、あ、お尻がやばい。床に座ってから寝たい、お尻が。
っと待ってて、ね、再開。充電が、うん、なんか一時停止、ね、で ギフト見る。あ、東京タワー。エルスさん、これ2個目ですか？違う、さっきの、さっきのか。あれ？のんびり、のびのび、のびのび。じゃあリナッチの絵でも描こっかな。みんながよくやってるから。いい？なんじゃこりゃ。ちょ、ルナッチの絵描こう。じゃれーなし。一番この世で果物の中で一番大好き梨、梨の季節がやってきた。あんなんかしないよ。あんなんかしません。あげません梨は。
梨美味しい。リンゴより梨派。じゃあアンケートしよう。どうすんだ、1がリン、あ、1が梨で2がリンゴ。1が梨だよ、2がリンゴだよ。みんな私に合わせるとかじゃないよ。1がなしで2がリンゴ。よし、割るぞ。3、2、1、ペーン。おお、 75% がなしで 25% がリンゴ。なしすごっ。イエーイ。ゆいりんごの方が好きだけどね、梨よりね。だけど、梨かりんごだったら梨ね。ゆいりんごだったらゆいりんごね。OK？ なち書こう。で、なちの写真見ながら書こう。かわいいな。かわいいな。ナッチのポイントは目なんですね。目と口ですね。で、結構ね、数多くのレナッチ書いてきましたから、私は。よし、書きますか。絵うまいんだよね。あ、ちょっとあれおかしいな。おー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 、レナッチやん、レナッチやん、これ。完全にレナッチ。全然でのちこが。うん、だっぴ。私多分ね、皆さん想像以上にうまいと思いますよ。ね、筆のタッチがね、重要なんですね。筆のタッチが。筆のタッチがね。筆のタッチが。筆のタッチが大事。でれーん、レナッチ。これちゃんとサインもついてますからね、私の。両角画伯。え、うまいでしょ。
うん、このサインも重要。ほら、みんな私を甘く見せたでしょ。うまいんだぞ、意外に。ん？独特？え、怒られるやつじゃないでしょ、これ完全に。褒められるやつでしょ。ね、これね、誰かね、レナッチのツイッターに送ってくれて、いいね、よくね、そういうのあるよね。イズリナ？いいよ。イズリナ風味超うまいの。懐かしいな、こういうメモ帳。え、超そっくりだよ、言っとくけど。あ、ちょ、見えちゃった、見ないで。多分超そっくり、マジで。私の最後じゃない、全然イズリナそっくりじゃない？イズリナそっくりじゃない？これね、似てるでしょ。でしょ？出るでしょ？充電が 5% しかありません。でも充電できない。コンセントあるとこが遠くて、うん、あと 5% で終わっちゃうな。あ、できなくもないか。梨もなくなった。ごちそうさまでした。え、 5% で1時間持つ？その持つ？大
たないよね。じゃあちょっと今日は、今日でも終わりなのかな。一生できない、そんなはずないよね。よし、じゃあエナチ総選挙の意気込みを話します。そうですね、エナチ総選挙去年3位だったので、3位だったからね、今年はランクアップ目指してるんですけど、いやそれはちょっとねどうかなっていうのはあるんですけど、でもレナッチへの愛はとっても大きいので、今年は、今年も絶対入りたいと思いますね。28日、緊張しますね。大丈夫かな。ね、真面目だよね。ごめん。すごい真面目になっちゃった。ごめんなさい。すいません。あ、ハッターさん。東京タワーありがとうございます。真面目。28日ショールーム。何時からだ？ 6 時からか。見れるかな？公演なんでね、公演終わりで見れたらいいんですけど。どうなんだろう。ね。ドキドキですけど。だってね、すごい大きくなりましたもんね、で夏総選挙も。知らぬ間にね、大きくなってったから。ドキドキ。ね、前回は755だったけど、755ですっごいドキドキしながら見てたから。ね。今年はショールームということで。ちょっとじらさないでね、だってね。アピールしてほしいとこですけど、ね、ドキドキですね。じゃあ30分になったら終わります。ねえ、はあ、ドキドキ、充電なくなっちゃう、やばい。じゃあね、また後でツイッターとかメールとかね、送ったり、送りますので、送りますのでぜひ見てね。ごめんなさい、こんな緩くて。1位エルさんだ、エルさん。2位カステラさん。3しんちゃん。4ジェフェアーペイ。5位ナカピアットマークエンヤ。いっぱいね、ありがとうございます。じゃあおやすみなさい、また明日の握手でお願いします。バイバーイ。